はい、皆さんこんにちは、ピジマイです。今回はですね、第263回目ということで、グラマーナゲット第3弾かなのご紹介でございます。今回はマルーンっていう、まあ、濃い赤とあとは茶色、ブラウンのご紹介でございます。それでは Here we go。 はい、よばし。はい、それでは3回目のご紹介なので、まあマークとかですね、デザインとか、ね、色以外は全部一緒なのでですね、サクサクっと解説じゃない、紹介していきたいと思います。はい、ちなみに表がこんな感じでございます。一応ジョーカーとスペードのエースだけはお見せいたしますね。おー、すべすべ、よし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 、どこだい、スペードのエースは Where? Where? あれ、いない、あれ、どこ、あ、いた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 。はい、一応ね、この3枚は一応ね、まあ一緒なんですけどね、お見せいたします。こんな感じでございます。はい、では裏でございますと。はい、以前ご紹介した赤とオレンジとね、あんまり差がないとは思うんですけれども、まあ3個を並べると結構濃いかなっていう感じですね。一番ね、こんな感じでございます。ちなみに以前ご紹介した、オレンジと赤を比較すると、まあ確かにかなり濃い感じには見えますね。まあ、ただ比較しないとね、あんまり、まあ、パッと見これとか結構似てますからね、光の加減とかを変えるとねっていう感じで、比較しないとあんまり違いがわからないっていう色でございます。はい、おー、危ねえ危ねえ。はい、まあデザインとか一緒なのでね、まあグラマーナゲットギャンブリングホールって書いてあります。はい、広げるとこんな感じでごわす。シュイー。はい、裏はこんな感じです。ではブラウンいきます。チュビ。はい、まあさっきのやつよりは違いがかなりわかるんじゃないかなと思います。表一応ね、スペードのエースとジョーカーはお見せいたします。まあ色が違うとかね、たまにある可能性もなくはないですからね。まあ全部多分一緒なんですけれども、こんな感じでございますと。はい、サクサクいきます。裏です。まあ光を当てるとなんかあれですね、茶色というよりはちょっと黄色っぽくも見えますね。ただブラウンっていう風にはプロフィールには書いてあったので茶色でございます。光目当てると、あ、見えなくなるだけだ。はい、こんな感じの色でございますと。早いね、サクサクだね、守備。はい、ということで今回はですね、グラマーナゲット第3弾目のご紹介なんですけれども、ブラウンとあとはマルーンっていう風に書いてあったんですけれども、まあ濃い赤のご紹介でございました。まあ、いろんなマジックショップで売られていると思うんですけど、1個値段的には1個1800円から2000円の間ぐらいで、まあ、売られているのかなっていう感じでございます。なのでいろんなマジックショップを見て、まあ、自分でね、値段など見てみてください。ということで、まあ、3回目だとね、これぐらいのご紹介でございます。まあ、色の違いだけをね、見ていただければなと思います。質とかはですね、まあ、第1回、2回目で解説していますので、全部一緒だと思うんでね、今回は別にいいんですけど、まあ、ちょっと固めで、かなりツルツルっていう感じでございます。まあ、僕はあと2種類持ってるんですけども、それもね、おいおいご紹介していけたらなと思います。ということで、バイバイ。もしよかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。グラマーナゲットあと1回だけ紹介します。紫とブラックかな、次は。バイバイ。シュイクルリンクルリン、シュイクルリンクルリン、シュイシュイドアジュイ、バイバーイ。眩しい。